ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。旅行映像シリーズ広島山口編、本作で6本目の作品になりました。現在地は兵庫県姫路市の姫路駅の構内にあるカフェの中です。姫路までは青春18切符使っていますが、姫路から今日一泊する広島までは新幹線に乗ります。米原で新幹線のチケットを発券した時の様子がこちら。今からこちらの券売機で新幹線のチケットを発券したいと思います。こちらの画面に従って発券します。いらっしゃいませ。まずはこっちがご予約サービス。というわけで今回買った姫路から広島までの指定席券と片道乗車券発券します。JR 西日本のアプリがあればこんなにも簡単に新幹線のチケットが買えます。ぜひ試してみてください。というわけでいろいろなご意見があると思いつつ、広島に向かう久しぶりの新幹線の旅、一緒に楽しんでいただければと思います。まずはコーヒーを飲んでから新幹線の乗り場に移動します。姫路まで18切符を使っていたもので2枚のチケット、ハンコをいただく形になりました。これで新幹線には乗れるみたいです。改札を抜けたら姫路城の模型がありました。そろそろ新幹線のホームに向かおうと思います。広島までは1時間の行程です。初めて指定席に乗ったんですけど、ランクアップしたような気分です。福山駅を出ました。次は広島駅です。20分以上あるんですが、お隣にいらっしゃる方のご迷惑になってはいけないと思い通路に待機しています。前の方を見ますと、まずこちらが洗面所です。とても綺麗です。隣は男性用のお手洗い、共用のトイレ、通算2度目となる広島、ついにやってきました。非常に楽しく新幹線の旅を満喫させていただきました。まずは今日一晩過ごす宿に向かいたいと思います。新幹線の改札を抜けて通常の改札に向かって移動中。
出口中央口こちら。エスカレーターに乗って正面電車乗ります。路面電車こちらだそうで、神谷町本通り市役所前または八丁堀原爆ドーム前ということで、これが路線図ですけど、なんとか出発しました。現在の時刻午後8時20分です。ということで3ヶ月ぶりに一泊させていただくのがこちらです。逆方向を歩いて20分以上かかってようやく見つけました。さあチェックインしましょう。チェックイン完了して鍵をいただきました。今回も前回と同じようなお部屋だといいんですけど、淡い期待を抱いてドアを開けた次の瞬間、そこのない絶望が始まりました。あー狭いな。ひとまず部屋の電気をつけようとスイッチ類を探すもすぐには見つからず、カメラに取り付けたライトで室内を照らし、その上で過度な期待をしてバチが当たったとしか言いようがない。久しぶりの広島来てみたんですけど、いろんな要因が重なってしまい気力まで萎えてしまったものですから、残念ですが一旦一区切りとさせていただきます。ちょっと言いにくいんですけども、今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか。もしよかったらコメントと高評価、そしてチャンネル登録お願いします。次回の広島山口編第7話ですが、まだ行ったことがない厳島行ってみようと思ってます。ぜひご期待ください。本当に残念な形になってしまいましたけれども、最後までご視聴ありがとうございました。